怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。よろしくお願いします。どうして今日私がこの話をしようと思ったのか、それを最初にお話ししておきます。時間が経ったからです。あれは一体何だったんだろうって振り返れるぐらい時間が経ったからです。学生時代、私は京都の大学に通ってたんですね。で、関東から京都に来て、で、一人暮らしを大学の近くでしていたんですけれども、奨学金を借りてたんですけど、それでもアルバイトをする必要があったんです。なので大学の4年間ずっといろんなアルバイトしてました。あれは2回生の夏、それまでずっとやってた飲食のアルバイトを辞めて、繁華街の方にある、とあるスポーツジムで受付のアルバイトを始めたんです。で、受付って言っても、お客さんのその来館管理みたいなことに加えて、そのプールの監視だったりとか、ちょっとした掃除とか、あとそうですね、お客さんとこう談笑して、そのいい関係をこう保つみたいなこともその仕事のうちの一つだったんですよね。で、その施設ジムが朝の8時から夜の12時まで空いてるところだったんです。で、私はその時給にその深夜手当がつく夜の時間帯、そのシフトに入って、だいたい週に5日ぐらい働いてました。でね、その一緒に働いてる周り そのスタッフたちも、その京都の大学生が多くって、和気あいあいとしてすごい楽しかったんですよ。で、その夜っていうのも、なかなかそのジムの中では暇な時間帯で、その常連さんしか来ないみたいな感じだったんですよね。で、その常連さんともだんだん顔見知りになっていくんですけど、その常連さんの中に物をよく壊すことで有名な T さんっていう方がいたんですね。若い男性だったんですけどね。で、物を壊すっていうと、わざとみたいに聞こえるかもしれないんですけど、その T さんがなんかそのね、フィットネス器具使おうかなっていう時に偶然壊れちゃうっていうね、そういう人だったんですよ。例えばそのランニングマシーン、これからやろうと思ったら、そのゴムの部分、ベルトの部分が動かなくなっちゃうとか、あと背筋をこう鍛えるって、そういう器具に腰掛けようと思ったら、その椅子のところがポロって壊れちゃうとか。でも、わざとじゃないんですけど、どうもこれ普通こんなん壊れるかなっていうものが次々壊れてしまうので、なんとなくこう間が悪い人というんでしょうか、そのね、寿命が来たらそこにこう立ち会ってしまう、そういう人っていう風に有名だったんですよね。でね、その T さん、そんな風に目の前でね、こう物が壊れまくるから、利用者としてはちょっと気を悪くするんじゃないかなっていうのが、私ちょっと心配になったんですけども、 T さんすごい気さくな方で、いいですよ全然っていつもニコニコして、で、その 2,3 日に一遍やってくる、すごいもう頻繁にやってくるので、そのかなりこういろいろこう話すようになって、で、そのね、 T さんすらっと背が高くてハーフなんですよね。で、目鼻立ちがくっきりしてて、で、もういつも朗らかで、で、次第にこうアルバイトとそのお客さんっていう関係を超えて、いろんなスタッフと友達みたいに話すようになっていったんです。で、私もその T さんといろいろこう談笑をしてて、で、 T さんに深津さんどこに住んでるんですかって言われて、一乗寺らへんですって、自転車で通ってるんですよって、へえ、だから僕はね、関西の某有名私立大学の法学部に僕は通ってるんだよっていうね、
ことを、まあ、その時はちゃんと名前を出してたんですけど言ってたんですね。で、はあすごいですね。で、もう熱心に通ってるからその心意気もさすがですねって言ったら、 T さんが、いやーこうやってね体鍛えてちょっとね僕やりたいことがあるんですよって。で、あそうなんですか、応援してますって。で、そんな風にして、で本当はダメなんですけど、その女性のスタッフの中ではその T さんと連絡先を交換したっていうような女の子もいたりしたんですね。で、私が働いてるうちにその2ヶ月3ヶ月もしない間に T さんも体をこうどん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 鍛えまくって、どんどん体格大きくなっていって、で、あすごいなと思って見てたんですね。で、9月末秋の終わりぐらいの時に、あの私が夜受付にこう立ってたら、あの男性のスタッフがクスクスしながらやってきて、で私の耳打ちをするんですよね。 T さんとうとうロッカー壊しよったわって言うんですよ。で、どういうことですかって言って詳しく聞いたら、そのロッカーっていうのが男性の更衣室にあるんですけども、100円入れたら鍵がかかって、でまた鍵をこうかけ直したら、解錠したら100円戻ってくるってよくあるロッカーなんですよ。で、それが開かなくなっちゃった、助けてくださいっていうふうに T さんに呼ばれて、その男性スタッフ行くんです。でもね、それがちょっと変なんですよ。というのも T さんも開かないんですよこれって、鍵は開いてるのにおかしいな、なんか引っかかってるんですよって言って、そのドアをカチカチやるんですけど、あれどうしたんですかね、ちょっと貸してくださいって言って、男性スタッフがその扉開けようとしたらスッて開いた。で T さん、あれおかしいな、なんか引っかかってたんですけどねって言って、で男性スタッフが、もうロッカーまで壊すのやめてくださいよ、これ高いんですよみたいな感じで、でどんだけ壊すねんって言って、もうその日もそういう風に笑ってたんです。それが T さんの姿を見た最後の日だったんですよ。10月になって、私その日はアルバイトお休みだったんです。で、うちでパソコンで大学の課題をやってたんですね。で、夜だったと思います。ちょっと疲れたのでちょっと息抜きしようと思って、そのニュースサイトをパソコンで開いたんですね。で、見出しがあって、それをはって開いたら、画面に T さんの名前と顔がパッて出てくるんです。それがどういうことなのか最初はよく分からなくて、それがね、東京で10代の女性が殺害されたっていうニュースだったんです。女性のお家のクローゼットに犯人が入り込んでいて、女性が帰宅したところを包丁で刺殺したんだと。で、そのストーカー殺人事件の犯人として逮捕されたのが T だったんです。その後、その女性と T が昔交際していて1年ほど前に別れた、で、そういう関係だったということが報道されたんです。で、その後女性に恨みを抱いた T はアダルトサイトにリベンジポルノを投稿して、3ヶ月ほど前から周到にその犯行を計画するんです。で、その後裁判の冒頭陳述で T がその犯行は計画的であったということ、そして絶対にその殺害を成功させるためにジムに通って体を鍛えていたっていうことを言っていたことが明らかになるんです。 T は懲役22年で今も服役してます。法学部の学生だったっていうのも全部嘘。それで私やっとそこで思ったんです。ずっとニコニコ T が通ってきてたのも人を殺すためだったんだ、人を殺すために通って、人を殺すために体を鍛えて、それで周りにずっとニコニコしてやりたいことがあるんですって私に言ってたのは人を殺すっていうことだったのか、今となってはあの時あんなに
物が次々壊れた。あれってなるべくしてそうなってたんじゃないかなと思うんです。ロッカーが壊れたり器具が壊れたり、そういうのってもしかしたらもう怒るべくして起こっていた、偶然では片付けきれない何かがそこに働いていたんではないかなと、そう思ってしまいます。ありがとうございます。オークワが終わる、その終焉の時を見届けよ。オークワ最後のイベント、オークワラストダンス開催。運命の日は5月5日大阪 ABC ホールにて、4月8日金曜日前売り発売。オークワ伝説の結末を目撃せよ。